行くぞ父ちゃん。ああ、来いボルト。違って当然だ。そうして拳を合わせれば、今のお前でも何かを感じ取れるはず。まだまだ俺から感じ取れるもんは、言葉で表せないモヤモヤしたもんかもしれない。それはお前にとって糧となるものだ。俺は父ちゃんだ。四代目火影と拳を交えることができなかった。だからこそ、どうしてお前と拳を交えることが、なんだろう、めちゃくちゃ嬉しく感じる。昔の頃からいろんなやつがその経験が今の俺を作ってる。そして今お前は俺と戦ってる。この経験でお前の未来を作ってくれることを俺は信じてる。分かってきたんじゃねえか。お前は以前までのうるさい子供なんかじゃねえ。お前は忍びなんだって。なんで最後だ。拳を交えて分かった。父ちゃんが歩いてきた道が、父ちゃんが今まで見てきたものを胸にしっかり刻んで、これからバッチリ前に進んでいくってばさ。見ててくれよ父ちゃん。いつの日か俺も強くなったな。